皆さんこんにちは。おはようございます。こんばんは。今日急遽ちょっと動画撮ってます。今滋賀県の、奥伊吹に来てまして、ドリフトの大会 D1 の、第2戦と第3戦が、行われててですね、今日その撮影で、昨日からこっちにいるんですけど、ちょっとね、朝早くから結構夜遅くまで編集やったりしてるんで、なかなか携帯触ったりとか自由な時間がなくて、その中でちょっとこう携帯を見てたら、僕の大好きな所さんが、YouTube を一旦やめるということでしたので、急遽、なんか分かんないけど撮影してます。僕ね、あんまりこうやってホテルで撮るようなことないんですけど、ちょうど今年の1月の頭、劇的ビフォーアフターの、収録、東京で会った時に初めて、所さんとお会いして、その嬉しさのあまりにですね、その日の夜に、ホテルで撮影をしましたね。それ以来かな、ホテルで撮ったりするのは。よほどのことがないと、外では撮らないので。でも10年続けてこられたチャンネルを、やめられるということで、個人的には、とてもとても残念なんですけど、所さんの、もちろん信念があってやられるわけなので、もうそれはそれでいいのかなと思います。残念だけどね。でも僕は、所さん好きで尊敬してるから、やっぱりこのお話を動画で見た時に、結局所さんはね、広告なしに皆さんに楽しんでいただきたいっていう、そういうスタンスで、やってあったみたいですけど、勝手に Google の方から広告がついて、Google の方に収益があるのかな、ちょっとそこが詳しくは分からないんですけど、所さんの動画に対して広告がついて、収益が上がるっていうこと、その辺がちょっとね問題みたいなので、でもこの話を聞いてやっぱり所さんかっこいいなと思ったし、尊敬してるので、さすがだなと思いましたね。やっぱり違うな、素敵です。またなんか違う形で、なんか所さんだったらやってくれそうな気もするので、それを楽しみに。所さんの動画を見てやりたいなって思ったことがまだたくさん残ってるんですよね。エアガンもそうだし、飛行機、戦闘機のカスタムもそうだし、恐竜のカスタムを僕はしたいんですよね。ちょっとあれを見て衝撃を受けたんで、で今のうちにね、過去の動画も全部見て、改めて見て、ちょっと自分の中に閉じ込めとこうかなと。ちょっとこれ何の動画か分かんないんですけど、尊敬する方が YouTube を一旦おやめになるという、悲しいけど、その貫く姿っていうのは素敵だなと思って、改めてすごいなという感想でした。でもなんかやっぱりまたいろんなカスタムだったり遊びを教えていただきたいなと思います。よくわかんない動画ですけど、
ありがとうございました。残り、一戦で明日レースあるんで、それはそれで、ちょっと頑張って撮影します。その後家に帰ってちょっと落ち込みます。落ち込まない、動画を見てカスタムを勉強します。ありがとうございました。所さん最高です。最高最高。